はい、どうも、ワンゲームのデスでございます。ちょっと動画の本編が始まる前だったり、これ単独かもしれないですけど、ちょっと大事なお知らせがあるのでですね、ちょっとお付き合いください。前にうち一度新宿でライブやったことあるんですよ。楽しかったんですよね、僕らもやってて。で、またライブやりたいなっていうののなんか気持ちもあったところに、ちょうどね、ボートの仕事が入ってきた。究極 V モンキーライブツアー、ボートレース始めました。じゃあ俺素人で、俺が覚えながらやるのに対して、ガトさんとか J さんとかの先生を入れて、習いながらさ、遊びながらさ、参加で来てくれた人たちとこう絡みながらやっていくっていうライブ形式で全国回る予定です。パチンコとかのお仕事でね、ほぼ行けない地域になっているので、来てください。詳しい人も来て、で、分かんない人はその場で一緒にやってみようっていう感じで、ぜひね、お会いしましょう。ということで、本編どうぞ。本編なかったらこの動画で終わり。さよなら。オープニングここで撮るの？何も考えてなかった。回る5秒前にネタ考えようと思ってたけど、今日がまず何話かも分かってないもんだ。おはようございます。妖怪道中記129話、ね、たまたま遊びが大好きなワンゲームの鉄でございます。まあ、たまたま言ってるのは、やっぱ例によって並び順なんですね、大宮ドンジャラさんはね。なので、スローもしかしたらワンチャン座られるかもしれない。一応見に行こう。ただし今俺とリノスケはガロにはまりすぎてるせいで、さっきも控え室とかでメイクやってる最中もガロの話しかしてない。でも悲しいよね、やっぱり仕置人がさ、やっぱ今早いからさ、うち行っても仕置き人満席、ガロ結構まばらだったりするからね、まあ、余計打てるんだけどさ。で、多分この動画が出てる頃にはもう窓紛もないはずなんだよね。ハーデスももうないんだよね。だからもうやっぱ6号機の話をしようよ。6号機の話になるとみんな黙っちゃうんだけどさ、でなんでかっていうと、6号機のその一番人気であるリザルがみんな大嫌いなんだよ、うちにいるやつらが。死んでも座んねえもんな。リズル落ちときっても Kindle 必要になるもんな俺。ダメだ、リズルの話になるとネガティブになってくる。いいね、全部4号機にすんの。すごい、それはあれだよ、不倫路上カーセックスの人みたいになっちゃうよ。パチスロは4号機に戻すべきですつって。わかるけど、パチンコは勝てるんですよ、ボードは回せればつって。いや、割とこの人ガチやなって。ガチプロだもんね。なんか元パチプロとしてどうですかみたいなインタビューを受けてて、いや元じゃねえ、俺今現行パチプロだよっつって。そうだから海とか見て、あれは結局っつって、電柱で増やすのが楽しいゲームであってつって、おやべプロの世界だみたいな。海とかみたいに左右対称機種のゲージでっつって、右調整しなかったら右打ちゃいいんですよっつって。すげえ。すごい、おスイッチだとは言ってる次元が違うと思った。てかプール行きてんだよな。この間の会議もすごかったね。突然俺プール行きたいって話しだして、もうアポったもんね、みんなを。夏だって言ってもメンツでみんなで何かするわけでもなく、現場行って収録して、現場行って収録して、編集部で編集してって、なんか暗いじゃん。いやー、早くみんなでクソ金持ちになってハワイ行こうぜ。ハワイにうちの第二編集部作ろうぜ。海外とかにそのなんだ、コンボフリーズ、なんだっけ、なんかコンボフリーズみたいな名前のあんじゃん、コンドミニアム、そうそう、コンドミニアム。おい、なんか仕事終わったから海行こうぜっつって、いやもう海も飽きたよーって言ってみたい、言ってみたい。はい、おはようございます。はい、始まりました、妖怪道中記の129話でございますね。ナビは開いてる。あー、ゲッター開いてんだけど、ゲッター打っていいですか、自分久しぶりにゲッター打します。はい、はい、おはようございます。なんかこのコーナー満台でめちゃくちゃ熱いとか、もう胸の心わかんないだろうけど汗がすげえんだよ。ゲッター打ったのいつ以来だろう。ガットさんとやった時以来だね。もうね、しかも俺ゲッターってもう
ないじゃんから忘れてるわ。どうやって打ったっけ、今探り探りだよ。そうだ、俺こいつ下段ビタと上段バーと上段7ハサミで打つと忘れば、このロードだ。そう、でゲッターの打ち方、まあ、適当に今やってるけど、わからない人はゲッターの回が過去にありますので、こちらで解説しています。こちらをご覧ください。この辺あれ見てもらえれば超わかりやすく言ってるので。しかも私こんだけ今元気に頑張ってるけど、めっちゃ風邪いてるからね俺今日。しかもなんかそのプロ根性でさ、いやー俺はもうカメラ回る前からテンション上げなきゃいかんっつって、うわー喋り倒したらもう体力を切れかけてる。でそろそろね、爆弾発言をしてやろうかなと思ったわけですよ。私スロマガの DVD とかに出てた時に、過去にこの動画の仕事でやっちまったなってか、やらかしたなっていうのってありますかみたいな質問がございました。で私はそれはね、やばすぎて言えなかったことが1個あります。実は私過去に1個だけインフルエンザ真っ最中に撮った動画があるんですよ。ちなみに先に言っておくと、それに気づいたのは収録終わった後です。そう、インフルって分かってて来るようなテロリストじゃないよ。で探してねって言ったけど、答え合わせしようかなと思って、インフルエンザで高熱で限界来てる人間が撮った動画はどれでしょうか。正解は過去のゲッター回です。だからあの時俺すごい寝坊したのよ。で朝、いや起きれなくてさなんてカメラの前で言ってたけど、体が動かなかったんだだからあの日ホールにした人危険よな。そうだから、あの日の動画を見返してみて、あの日俺絶対39度あるんだいやノーマルはね、線でもわからんっていうことをやっぱ、毎日パチ屋に行ってると痛感するわ。あのね、ごめん、この時点で200なんだ今急に当たりが始まったからびっくりしたどうやってやったっけこれ。ビタるんだよね。あ、これかな、これだ。1回だっけ、1回だよね忘れてる。そう、今の下段にネズミがビタ押せてると、スイカがないから集団スイカテンパや苦手とかあるんだけど、何も説明する隙間なかったわ。下段ネズミからならまず子役がないんですよ。あ、ビタれてればね、1個も早かったりしかしたらダメだけど、お前ゲッター置いてる店全国何軒だよ、マジで見ねえぞ。そうだね、島で置いてる店なんかもうないよね、島でといったら。なんか今度ブランドするお店があるらしくてさ、リゼロ80何台入れてるらしいんだ。でディスクも80何台入れてるらしいんだ。いやでもそれね、おかしいと思うんだよ。リゼロってさ、リゼロが人気あるんじゃなくてさ、リゼロのロゴが人気あるじゃん。そんだけ台数あると探せないと思うんだよ、構成って。そうだって100何台入れてなんかニュースになったお店あったじゃん、客ぶっ飛んでるらしいからね。なんかね、そこのなんか俺が聞いた法人さんはやっぱ無借金経営で、でなんかここらで一発、やっぱ6号機時代に耐えるために人気機種みたいなやつをドカンと入れようと思ったのか分かんないけど、コンサルの言ってることを全部無視したらしいのよ。多分だからおじいちゃんとかなんじゃないかな、多分よく分かってなくて、おなんかリゼロが人気いっぱい買えみたいな。違うんだよ、あれは6が人気なんだよ。あのね、俺もそれやっぱ聞く現場で、必ずどんな平常営業でもリゼロは1台6入れとく。そう、毎日どっかに入ってるっていうのを前提 で宝探しで遊ばせてるっていう、それが多分正しい使い方なんで、リゼロの。まあ、だって今一番さ設定範囲のリゼロなわけじゃん。だって雑誌にも身も蓋もねえこと書いてあったよ、その君はなんだかんだ設定が入る可能性がある台と入る可能性のないどっちを選ぶって煽り文句書かれてたらしいからね。それってつまりあなたたちもリゼロに対してそう思ってることだよねって、あれ俺今どこ押した
あれこれ入ってると思う。俺多分このライン揃わんもんね。し、なんか、うん、入ってると思うわ。そう、今中大に揃ったからさ、あれと思った。多分あれが重複かもしれんし、その前入ってたかもしれないけど、やった、初収録ゲーム、ハロー。さあ、またドラゴンボールの話を、まあ、これ使わなくていいんだけどさ、いや俺さ、クリリンとさ18号くっついたじゃん。でドラゴンボール俺回で見てるの今で、そのセル編が終わってさ、ちょっとこくったところあったね。俺18号が好きなんだみたいなさ。で18号ドツンデレだ、ドツンデレとか多分出れたことないと思うんだけど、私はそんなことには興味ないみたいなこと言った後に、帰り際にまたなって言っていくのよ。ヤムチャがなんか、ヤムチャプレイボーイだからさ、またなってことはお前チャンスあるんじゃないかみたいなこと言われてて、そうかなって言ってるシーンから、魔人ブー編が始まってその7年後みたいななった瞬間にもう子供いるんだ。で、あれ待って、俺その過程覚えてないやと思ったの。なんかどうやって慣れ初めどうなんだっけなと思って Google 検索したのよ。したらそのくだりってまるまる原作からもないんだって。やっぱ鳥山先生が恋愛描写を描くのが苦手というか嫌いなのかな。多分そのシーンはもう、あ、ね、クリリンはこうやって気持ちがあってなんか成就しましたまで吹っ飛ばしてるみたいな。だってそんなこと考えたらさ、ゴテンっているじゃん、孫ゴテン。なんだろう、トランクスと同じで才能半端じゃなすぎて軽々しくスーパーサイヤ人になるやつ。ゴテンってさ、こう生まれたタイミングだけに考えてもさ、僕がセルゲームの前に精神と時の部屋から出てきたわずか5日か4日ぐらいにできてるんだよね。その間にしっかり仕込んでるってすごくねみたいな。しかもサイヤ人の命中率すごくね。ベジータもだってブルマとできたっつってもさ、多分ね、そんな何発もはめてないと思うのよ。多分100発100中なんだよサイヤ人すごいよ。しかもブルマってもう 割とツンなわけじゃん。あのさ、プライドの高いさ2人よ、ブルマとベジータがさ、どうやって致すのって、どういう、まあ、なんかムードのもうへったくれもないと思うんだよ、ベジータなんて。さっさと北を抜けーみたいなさ、どうなっても知らんぞーみたいな、なのか、割と意外と優しいのか。あ、同心活動がはかどる、あ、多分そういうでもエロ本多そうだよね、コミケとかね。そうだよね、暗い俺のギャリック砲っつって。悟空も結構いじられてるもんな。だって悟空なんて、おう、あの斜めオレンジ外れと、中段リップ外れです。はい、悟空の話は忘れてくださいあ、これ7だとビッグとバケ両方あんだよね。あ、バケだ。あんま減らないんだよね。逆算したんだよ、いろいろとそれに対する知識を与えたのは父なのか。父ってなんだかんだやってなんだかんだしてるじゃん。俺じゃ結婚すっかみたいなノリじゃん、僕としては。ただ俺だって子供作ればみたいな話になった時、子供どうやって作るんだみたいななるじゃん。それは悟空さんの如意棒みたいなさ、ほらの如意棒か、如意棒ここにあるぞみたいなベジータ好きなんだわ。やっぱこの最初に極悪だったやつがだんだん燃えキャラになってくるの楽しいよね。ピッコロもそうだよ。だからご飯がピッコロさんまた来ますねって瞬間におうみたいなさめっちゃいいやつになってるみたいな。あれうまいよな、鳥山さんがな、どんどん燃えキャラにしてくる。キャラをね、こう、ね、こうジャンプ展開のやっぱ先駆けみたいなとこあるじゃん。やっぱ強大な敵が味方になる。なんか俺見たぞ、なんか映画かなんかで、ね、フリーザと一緒に戦ったの見たよ。なんでか知らんけどフリーザと悟空共闘みたいな。なんでって思ったけど、あ、だいぶ引っ張っとるな。よー、ね、第3番で引っ張ると強いんだよね。よいしょ、どっちなんだい、負け。113、困るね。あと俺改めて見てミスターサタン大好きだわお、あれ
レバー温水化は寒かった気がするんだけどな。どうしたんだっけ。よいしょ。あ、今滑らしたんだけどね。あ、待てよ。え、一泊だ。ごめん。こっから生活ロマン。やった。これ、この2階がかっこいいね。ずっとずれるっていう。かっこいいよ、これね。しかもこれでも2階なんだ、今の。生活ずれで。あー。反応がすげえ遅れた。また負け。うん、そうだね。そう、あれ面白いんだよな。101ゲーム、101回目の、あった、ビッグだ。持ってきよったぞ。同じくらいの気はして、体感ではね。おっと、なるほど、そうきたか。どうしようかな、どこ押そうかな。君に決めた。決まった。待って、今ダブル転倒だったからバケだといいんだよ。あ、バケだ。多分ね、バケ2個でもね、こいつとこいつだから違うんだよ。忘れたよ、覚えてねえよ。今イチローとサブローで、イチローサブローのねバケ強かった気がするんだよな。あっと代用揃ったな。待てよ、こっからスイカあったっけか。これ入ってんじゃねえかな。重複1枚な気がするぞ俺多分。あれ、え、やっぱそうだよ。あれ、あ、そっか、枠上7からはある。ごめん違う、ごめん、あるわあるわ、思い出した。中段追加でもあれ入ってるじゃん。うる覚えすぎるわ、絶対覚えてる。あ、しかもビッグやったー。はい、あるぜ、あるぜがあるぜ。昔そんなにギャグ言ってたな、アルゼ時代に。なんだろうな、1日打ち切った後とかに居酒屋とかでさ、いやー昨日のあれは設定あるぜって言った瞬間に周りが、いやいや、ギャグじゃない、ギャグじゃない、ギャグじゃないんだよって。これ多分このやり取りだよね。おおおおおみたいな、言っちゃったねみたいな、その時のあの周りの空気で。ギャグじゃねえんだよって、うるせえよって。これはね、絶対全国であるはず。あれ、枠上あかんだから中段の追加があったか問題が俺の中であやふやになってるぞ。俺これがパチスロ打ってて一番楽しい。あれ、これ入ってそうだなみたいな時からさ、あー入ってたっていう流れがやっぱパチスロ打ち始めた時の楽しさだったし、俺はそれがスロットの中で一番好きな瞬間かな。だって全部の知識を究極に極めてしまったら、それもうゴーゴーランプじゃんって思っちゃう。ちょっとしたあやふや要素が残ってから楽しいんですよ、と思って。全然そのアクロスキとか知らない人、逆に俺羨ましいもん。あ、今から覚えられるんでしょみたいな。君はこれから素晴らしいものにいっぱい出会うよって。でもみんなそれ嫌なんだよな、損するからっつって。いや、でもゲッター面白いよ、分かりました、打ちます、よいしょってやるじゃん。あれ待って、これ何だったっけ。シューターの時ってさ、これチェリーだよね。あれ、あ、ジョージがチェリーだっけ。あ、真ん中外れたっけ。あ、真ん中から斜めになるんだ、そうだ。そう、バケレンダはね、高設定の期待は高まるけどメダル増えねえからね。わお、ビッグです、やった。いや、やっぱこれ終わったら休憩しよう、ぼーっとしてるわ。すごくね、窓巻きも消えた、ハーデスも消えた。うわー、ちょっとどうしようっていう時にノーホーンとゲッターマウスって動画出してくれるっていう。もうね、妖怪同時期の初期で触ってるってことはもう3年弱前だ。
そうだ、ちょうど妖怪盗中期始めて今3年ぐらいなんだよ。そうだね、妖怪盗中期始まってもう3年、ドンジャラで100期やってからだと5年、5年以上経ってるよ。でもうちすごいゆっくりだからさ、動画3年やってるから妖怪盗中期まで129話って言うて、ね、他のところだってなんかのね、ペースだったら300話ぐらいいくじゃん。でもたまに言われるのよ、でもツイキャスとかやってると生で来るじゃない、コメントが。なんでワンゲームはそんなに動画出すのが遅いんですかって言われるけど、俺この間答えたのよ、あの一回ガチで答えてみようかなと思って。うちってのはメンバーが複数いるよねって。で、実はうちって3日に一遍のペースは死守してるのねって。で俺は数字を見ていて分かってしまったんですよ。あのアクセスってね、初日の所属がドーンっていって2日目停滞して3日で落ちるんだよ。この落ちるタイミング、7号目8号目の時に次の動画出すとここを埋めて超平均化されるのっていうことに気づいてしまったのだよ。だから別にそのうちって急ぐ気もないし、あのスタッフもちゃんと休み取るし、うちだからなんかもうちょっと更新早くしてくださいって言われて、それはうちのこと好きで見てくれてもっと早く見たいっていう気持ちがあってのことだから、ありがたい言葉だね。うん、ありがたい言葉なんだけど、うちはマイペースです。ツイキャスで結構それをちゃんと説明したの、一回したら、あー納得しましたみたいなこと言われた。なるほどなーって、うん、ゆうちゃろさんは現場の仕事とかいろいろ、ゆうちゃろさんは元から編集時間かけちゃう、しかもあれ自分でやるじゃん。大丈夫、モーちゃんの絡みがクソだるかったってみんな言ってるけど、おう、そ何があったかという、何があったかというと4媒体合同の賞金の仕事があったんでね。で、うちは陽介さんで、ヤルオさんも来て、あとシーサさん、あとユータさんか、飛び入れで来て、なんか入っていいですかって言って、すごい頑張ってキャラ作ろうとしたらだるがらみでどん入っちゃった。ごめん、モーちゃん。別にモーちゃんが頑張ったのは知ってんだよ。知ってんだけど、あの、負けだ。うん。全員が引いて全員カットしたって。何やったの？なんか俺聞いた話だと、そう、各人にディスりまくったみたいな。よし、おめえもなんとかかんとかで、昔はここだったのに、みたいな、やろう、おめえもみたいなってやってたら、みんな目が手になって、えみたいな、どうしたみたいな。であれはちゃんと打ち合わせしておかなきゃダメだと思うよ。いや俺その元素材見たいわ。どうする、公開してあげる、この動画で。19時完全エンディングということで、分かりました。ここまでのさだま勝負ということでですね、やっていきたいと思います。それでは今回はパチン、ちょっと待ったー、こんにちは。ひょっとしてあのゆうちゃろさんの媒体の方ですか？いや、僕は死神です。知ってますよ。誰ですか？ヤーヨースケさん見てますよ、動画。あの、ものすごい低い。誰ですか？死神だから。いや、死神とは触りたくないですよ。いや、僕がちっちゃい頃から、そう、高校生の頃からあの動画拝見しました。ちっちゃい頃じゃねえじゃん。死神が高校生の時、映る方向で喋ろうよ。ということで、僕はただ一つだけあなたに言いたいことがある。シーサさん、はい、おい、シーサ、お前さ、最初の頃売れてなかった頃、来店収録が決まって、その前日にお店に行ってお客様一人一人にティッシュを配ってたよな。いや、ティッシュは配ってないです。まあ、配ってたよな。いや、配ってない。どうしちゃったんだよ。売れちゃって天狗になっちゃったのか、もう前日お店に行ってそういうこともしなくなっちゃったのか。いや、困ったもんですね。知らないだけだと思いますけど、僕やってますよ、今も。ミスったすぐとこミスった。やろうか。はい、小芝いる？うん、やろう。はい、離婚したよな。ああ、お前離婚したよな。ああ、
結婚した時は動画であんなに騒ぐな、あんなにハッピーウェディングみたいな感じで幸せを。いや、そりゃそうやろ。撮って、YouTube に上げてたの。はいはい、聞いたよ。破ったってなんだ。破ってねえよ。破ってねえよ。どこだよ、ソース。ソース出すよ。誰から聞いたんだよ、それ。全部ネットだ、しょうもない。ね、ネットのことうろみずろおめえの方がしょうもねえよ。覚えとけよ、お前、後で。ボロボロじゃん、もう。もう良くない？陽介、はい、これ言いたいんだ。天才の格好してるよな。はい、お前いつ打ったよ、マジ。最近打ってないですよ。だって俺、マジスキスは嫌いだから。甘いよ。俺がバジリスクやってんのは、大昔に出た三星 R&D のバジリスクがルーツだっていうこと知らないのよ、あなたは。え、違う。俺はこれからの業界作っていくのは、こういうも初心の心をたっぷり稼がせてもらう、これから。はい、まだ言いなりなことがいっぱいあるんだ、俺は。え、さあ、というわけでね、はい、必殺仕置き人、張り切って素敵な実践スタートです。はい、オッケーです。ありがとうございます。大丈夫です。じゃあ、ちょっとすいません、時間も。あ、そうよ、時間もあれよ。流れたのかな、どうなのかな。でもさ、全敗で切ってるってそういうことじゃないの。どうだろう、わかんないけど。そうなんだ。だから他人をいじるときって自分をもっと避けてる。相手も殺して笑いにするか、最後にこう上げなきゃいけないんだよね。そう、うん、だから最後に上げるとモーちゃんは頑張ったってことだね。うん、まあでも俺はあのモーちゃんとモックの区別が今までついてないけどね。仕置き人のやつ終わったんですけど、モーちゃんのところ全部蹴らなきゃいけなくて、ほにゃららほにゃららって報告されてたときもさ、俺頭の中ではモックになったもん。モックもそんな やるっけみたいな。そもそもスクープそこの場にいなかったしみたいな。さあ、箱に手が伸びました。どこまでハマんだこれ。もう537です今。はい、もう下のお持ち玉も50枚を切ってるぐらいですね。この間回転した直後に視聴者の人が突っ込んできて、花火数 H でしたっつって。一括釣れた。だから一括釣んじゃうともうそれが減ることはないから、その日。そんなスロット打ちたくない。だその花火数の場合はさ、試験用にそれ最高設定にしてさやったけどさ、バンバンクロスの場合はそれをさ運用設定にしちゃったじゃん。だあれなんでかっていうと、試験ってさ最低設定と最高設定の出玉率を調べるんだけど、一番出列の高い設定を調べられたときに波の荒い設定だと落ちるんだよ。だからああいう波が全くないそのバケ主体のゲーム性とかに、とかあと子役主体か花火の H みたいなのにするしかないからやってるんだけど、花火は H なんか使わんでいいよって話やん。ワンマンクロスの場合 C プラ結構ネーム設定だもんな。絶対消えるわあれで。飲まれた。2枚あるのね。1枚、キアルの2枚が閉める。いやえ、今俺左どこ押した。え、なんか俺左上段にバーを押した気がするんだけど。いや、わかんない。なんか雑になってたけど、ニュルッとは来たよ。大丈夫、入ってない。ちゃんとやっとけばよかった。
やめるとき7止めた方がいいんだよ。じゃあ待って、一回転だけ回してそのままハンダを取る。これで入ってたらマジ笑うよね。入ってるわけだけど。はい。そしてあのカメラをカットする必要もない、横に映るだけだから。よいしょっと。さあ2台目来ました、隣です。まあでもこれはちゃんとした人が見切ったからな。でも1500まで出てんだよこれ、ベック引きすぎだよ。おっと鳴った、チェリーだでしょやはり。バケ引いちゃうとね。そうなんだよ、ブルブルバシュンって俺の中で9割なんだよね、たまに入んだけど。二角です。まあこれまあ何から説明、何から説明していいのか分かんない。第一バシュンがリップです。リップ対応、リップオーバー外れなんだよ。で横コーンになっても一応外れもまれないんだけど、まあ、ほぼ入る。でこの形ってスイカベル外れなんだけど、第一でバシュンしてるから、リップオーバー外れだから外れるんだよね。以上説明終わり。バケ積もった可能性は移動成功。しかも1000円じゃない、持ち来い。横から持ってきた。よし、前の見切った前の人を後悔させてやる。ノーマルはたかが何回出た。やべえ、2000円ぐらい回ってるわ。で噂しながらメダルなくなった。さあちょっと落ち着いて探そう。ちょっと一回見に行ってみようか。うん、メインだと思う。だからさっき俺さ朝ふざけてさ鏡って言ったけど、鏡座ってもよかったね。両サイドバンスリーから窓通り。あで別にしてんのがさっきのやっぱバンスリー鏡だね。もっとどこだい。あー なるほどね。うん、もっとだね。で燃えるほどは多分違うんじゃねえか説があるけど、でもまあそんなのもない。だってえ多分これ A ニセとかでしょ、 A ニセフジコとか。よ、いいぞリゼロは。あー昨日かこれ。あー昨日今日やばいのか、なるほどね。昨日が年一だから、年一だっけ。さあどうしようかな。あの T2 引かれるけど、こんな隅っこ置いたら誰も気づかねえけど、これえぐいもんな。シュワちゃんオブジョイトリだよ。まあ詳しく映ってないけど、シュワジョイトリの時間はねえんだよ。アマフォギアある。あアマフォギアある。あアマフォギアもいいぞ。このフォギアは打てる。あでもまだ俺1万円しか使ってないし。よし、アマフォギア行こう。はい、4代目、3代目当たってないけどね。完全にさっきも言ったけど話したけど、夏休み中の大学生の動きでね、うん、楽しんでるだけ。好きな台しか打ってないもん。体調が本当に優れない時は好きな台しか打てないよ。苦しい思いしたくないし、つまんないなって思いながら楽しいだってできないし。でも俺この間秋葉で見たよ、ずーっとこれを通常時のとこです。やべえって言った。加藤隆の化身かなと思った俺マジで。もう指が止まらないみたいな、もうずーっとこうやってた。僕たちは英雄を殺し合うと一緒だ。私たち正しいことをするんですよね。おおおアマ面白いな、これ当たるだろう、アマだったら。だってこれ199の方でも結構熱いもんね。自力手紙何個までやったことある。3つだ、3つ自力手紙3つ。俺2つなんだよね。でも俺自力3つ見たことある。え、これ
あいつよな、対象は。これさえあれば英雄だ。自力で重ねた時面白いよね。これは当たるだろう。え、お前発展してるのか。シーモギアが出たばっかりの頃にこれ待ちって言われてたもんね。全然そんなことないのに。ブルブルとこれ待ちだ。ブルブルしろ。え、出ちゃおうか。ヘリ、おお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 、アマだからね。アマですから。なるほどね。しばらく動けないんで大丈夫です。もう お茶でも飲んでましょうか。うん、あれ早かった早かった。俺デュランデラ出てくると思うな。違った。大丈夫、アマだから。これでも当たりますよ。大丈夫大丈夫大丈夫。アマだよ、金出てんだよ。保留側の 全手紙だよ。2、3、4、はい、5、はい、もう当たる当たる、大丈夫、当たる当たる、大丈夫大丈夫です。はい、アマ楽しいね。うん、今の状況はアマでこそかな。まあ当たるか、当たるときは当たるけど。3500円です。ってことは座ってからまだ60回転ぐらい。イエーイ、一発で抜いちゃおう。全部金。狙おうか。行くぞ。緑、青、緑。成り上がれよ、成り上がれよ、成り上がれよ。緑じゃ遅い。ああ、赤いる。よし、まあまあ楽しいよね。あとは3点とかしてくれれば嬉しいけど。何点 1! うん、まあちょっとだけ、ちょっとだけ。あ、赤アマだからね。いや、それここ関係ねえし、閉まれよ。ここはあんま関係ないからね。うん、まあここは本当にあの一周球の性能同じだから。最後に赤いるだけでだいぶ気が楽よね。まあ楽しめる、絶望がないから。おお、びっくりした。そうだね、やっとストップしようかな。そうだね。あ、待って、こういう時のための妖怪道中記シールがあるんだ。まあまあ、まあ、期待はしてないけどさ、うん、一応こういうの隠しておこう。まあ、あの、振り分けはこんな感じです。やっと、はい、俺これ止める派。これだからね、動画見てる人からしたら拡大したら見えちゃうんだよね。うちがしついからさ。テレビとかで大きく見ちゃうと多分ね、見えちゃうんで、ね、セブ。よいしょ、まあ、これが普通だから。はい、調べはね、最後までわからんから。
さあ久しぶりだわこれやるの。もしかしたらあんのは3つ目かな。アクションが起きればいいよね。あれ2個目出てしまった。じゃあ調べだとデスる可能性が最後まであるんだけど、デスらない可能性も結構あるから、この辺で飛んでくる時もあればね、最後にやっぱレバーのチャンスがあるから。ボタンかい、ボタンはちょっときついじゃん。これ問題は、ああ動かんな、当たってなかったのか。初戦から追い込まれて、いや追い込まれた、いや弱い。ガタンとかなんもないんかい。あ、5、うん、まあちょっと期待してる。早いとこデスラーねえかなっていうのもあるけど、ビビビビってこい、ビビってこい、頼むよマジで。お前もレバーの準備しとこ、レバーです、レバーで。惜しい、レバーがいいんだよ。そう、あーよかった、危ねえ。パチンコスロット面白いな。そりゃメンマも生まれ変わっちゃうよな。ジンタン、私パチンコスロットになって生まれ変わったの。メンマ生まれ変わり方間違ってるよ。あの花好きなパチンコスロット嫌いも多分いるからね、うん。ね、すごいね。右もしかして199だろ、違うな。よっ、おお、いいよ、これで3分1突破してるから。マックされていいね、よいしょ。いや、これだけで嬉しいっていいね。アマいくよ。行こう、4行こう。おお、いった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 、何ラウンドよ、よいしょ。いくつ、8ラウンドか。振り分け的には何パーかな。あ、まあ5パーあるのか。あ、10パーあるわ。まあ2番目に普通。2個入れ、よし。頼むぞ、動きねえな。やばい、また追い込まれんのかよ。これリーチかかれ、リーチかかれ、マジかよ。いくちゃん、あ、お前かよ。傾け、ドコンドコンと、ないんかい。あ、1、もうこの辺でデス来ちゃうよ。デスっちゃうよ。レバーで、あー星飛ばねえんだろうな、俺のこの流れの中にすると。あと1回転やるから、
1ここや勝負勝ながら左打ちしましょう。後ろなんか余計怖いね。なんかやっぱり暑いと元気なくなっちゃうかな君も。じゃあ別に今これ仕込んだわけじゃなくて最初からこれなんだよね。お疲れ様です。声がやべえ。てかね、あの全然今日折れてないんだよ。メンタルでは全然折れてし、むしろ楽しいんだけど、やっぱフィジカル折れてんだよ。でね、喋り収集の話を終わらせておこうか。ごめん。別に誰かの真似してるわけとかじゃないんだよ全然。うん、ではい、収集の話いきますね。投資が 13,500円で、13500で回収が1368束なので、枚数換算するとこう、まあ、ちょい負けだね。一番は負けてないね。うん、楽しかったです。楽しそうだなこいつっていうのは分かると思う。だってゲッター打ったでしょ。ゲッター打ってドラゴンボールの下ネタぶっ放しただけだし、誰も引っ張り出してこなかった。モーちゃんも引っ張り出そうとしただけだし、サンダーは楽しかった。でスープラ当たってない。アマフォギアは面白かったね。だから妖怪たち129話の妖怪はもうこちらでお願いします。僕の夏休みで、あの今日妖怪道中期的には夏休み前の最後なんだよ。で明日の一章の収録が終われば俺一週間休みなんだね。だからもう気持ち的に今日エンジョイしたよ。体は辛いけどな。この声聞いたら分かるだろさすがに。次回130話ですね。おかげさまでもう3年ぐらい続いてるんですこの番組。130話しか言ってないけど、一動画一級入魂でやっておりますので、ぜひチャンネル登録とこれを。あとそう、通知オンにしておくと便利なんだよ。ペコーンって出るから。あのなので、もしあのベルマークここにありますんで、ベルマークを押してもらえるとありがたいです。はい、じゃあ次回もよろしくお願いします。さよなら。ほんとやばいねこれで。